さすがに予想外すぎるでしょう。待ちたまえ。せっかくの機会だ。宰相殿やルーファス君にも伝えてほしい。翼をもがれ剣も失ったが、心の銃とバラはなくしていない。君たちが道を外れ国家の命運を誤らせようとするならば、改めて挨拶させてもらうとね。殿下、受けたまわりました殿下。それじゃ第二の演習地に向かうとしよう。ええ、はい。本当は助けてもらったお礼をあの人にずっと言いたかった。でもどうしても悔しくて。あの時何もできなかった自分が惨めで、反発するしかできなかった。今こうしてるのだってそうだよ。そうだったのか。やっと分かりました。ユーナさんはリーン教官に認めてもらいたかったんですね。
私も同じみたいです。以前教官の任務に同行し監視とサポートをしていた時、子供扱いされて守ってもらったり、何も相談してくれないことにモヤモヤした気分になりました。僕も同じだ。僕自身のバンダールの件をあの人に認めてもらいたかった。そしてまだまだ至らないけど、サザーランドでの演習で少しは変われたんじゃないかと思う。ユナ、君の踏ん張りどころはここじゃないのか。教官からの伝言を再生します。ユナ、確かに特務支援課は英雄だろ。彼も含めて聞けば聞くほどすごい連中だと思わずにはいられない。だが彼らに憧れるだけでいいのか。彼らが鳥籠に囚われている今、他の誰でもないクロスベルの意地を示せるのは誰なんだ。いい感じね。憧れるだけでいいのか。彼らが鳥籠に囚われている今、他の誰でもない。クロスベルの意地を示せるのは誰なんだ。
私の番ね。ああ私の番ですね。俺の番だな。お疲れ様です、リンさん。新たな師匠発見ですね。確かに、これより解読に入ります。ではしばしお待ちください。だが、彼らに憧れるだけでいいのか。彼らが鳥籠に囚われている今、他の誰でもない。クロスベルの意地を示せるのは誰なんだ。本当にあの人はいつもいつもそんなの、そんなのあなたに言われなくても分かってるんだから。それはそうと、場所が分かってそうですよ。ふん、グズグズしてんなら勝手に行かせてもらうぜ。どうして君たちが。ランドルフの許可は一応もらってるからな。私の方もトワ教官にバックアップを任されまして。本当だったら私が行きたかったけど、私もちゃんと戦えたらついて行きたかったのにな。ルイゼにゼシカはともかく、あんたたちはどこまで話を聞いてたのよ。
ああ、私の番ですね。俺の番だな。リン君、お疲れ。どれどれ、確認するね。いいじゃん、いいじゃん。それじゃあ、お礼を送っとくね。さて、連中が失敗したら出番というわけか。せっかくのリハビリの機会、逃したくはないが、トールズ士官学院7組とやら、せいぜいお手並みを拝見させてもらおうか。行きましょう。外回廊に出たか。せい、せい。あちらは演習地の方角かな。新7組のみんなどうしているかしら。意思は託した。あとは彼ら次第だろう。今信じるとしよう。彼ら自身の7組の魂よね。まだ続きがあるみたいですね。
また外回廊。いい眺めね。やれやれ、こんな時でなければ一曲披露したんだが。マナの波動がどんどん強まってきています。おかさままであと少しだ。急ごう。突撃陣烈火。やり